先生役、須田クリヒロさん、オラプレゼントでございます。あ、すいません、わざわざ、すいません、ありがとうございます。いやいや、あとちょっと、最後まで頑張ってください。ありがとうございました、お世話になりました。ありがとうございました。リュウジが昨日から家に帰っていない。あとちょっと、すいません。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございました。なりました。クライマックスこれから深夜までかかると思うので、とても楽しみにして待っていたいと思います。体調崩さず頑張ってください。本当にありがとうございました。楽しくオルセロン堀部さんオールアップでございます。いや、これが昼間に映るってやっぱすごいことですね。今もうこの状況をね、みんなちゃんと覚えてスクリーンを改めて拝見いたします。いいか、お前らくれぐれも変な行動を取るなよ。なんだよ変な行動って。ちょっと短い時間でしたけど本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。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 皆さんお疲れ様でした。本当に過酷なスケジュールを乗り越えられたのは本当にスタッフの方々一人一人のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。俺のことたまには思い出して。最後の高校生楽しかった。お疲れ様でした。27歳。イエーイ。そして真島役桜木由紀君オールアップおめでとうございます。イエーイ。ありがとうございます。まあそうですね、僕の今僕がこんな自分ですけど、なんかこんなキャスト、こんなに豪華な素敵なキャストのみんなと芝居ができたことめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。いやもう過酷なスケジュールの中本当に、参加できてよかったです。ただ一つだけ言わせてください。俺の衣装が薄い。僕のためにありがとう。誰よりも薄着です。ありがとうございました。本郷からさんオールアップです。楽しかったです。編集信じて楽しみに待ってます。ありがとうございました。今回、主演をやらせていただきましても至らない部分も多々あったと思いますが、本当に楽しく過酷なスケジュールをこのメンバーとスタッフの皆さんと一緒に過ごすことができました。ありがとうございました。お疲れ様でした。